はい、どうも皆さんこんにちは。本日は私の方からは1点だけご説明いたします。現物売買システムであるアローヘッドのシステム公開に向けた開発着手と開発ベンダーの選定についてご説明します。この度2024年度後半をめどに現物売買システムをアローヘッド 4.0 としてシステム公開をすることとし、その開発に着手いたしました。開発にあたってはレジリエンスのさらなる向上および市場競争力の向上を開発目的として取り組んでまいります。昨年10月のシステムトラブル以降、システムのレジリエンス向上を実現すべく、昨年度の再発防止策検討協議会の設置や、本年開催いたしました市場機能強化ワーキンググループにおきまして、市場関係者の皆様とともに議論を進めてきました。この議論の取りまとめとして、10月末に現物市場の機能強化に向けたアクションプログラムを公表しております。今回のシステム公開は、こうした皆様との議論を土台として、さらなるレジリエンスの向上の実現を目指すというものであります。またレジリエンス向上という開発目的に鑑み、現行のアローヘッドが有する安定性の高い資産および証券会社等とのシステム接続仕様を最大限活用するということが適切であると評価して、開発ベンダーにつきましては現行システムのベンダーである富士通を選定することといたしました。本件につきましては2024年度後半の稼働に向け、市場関係者の皆様のご協力をいただきながらプロジェクトを推し進めていきたいと考えております。私からの説明は以上でございます。これ JPX は昨年の10月1日にアローヘッドのシステム障害で終日売買停止という障害を起こして、皆様方に大変なご心配ご迷惑をおかけしましたが、ちょうど今年に入ってその障害の再発防止、それからレジリエンスの向上策等に取り組んでまいりました。JPX としては、取引参加者といわれる証券会、それからその後ろにいらっしゃる、投資家、そして、投資信託等の、運用をしている信託銀行であるとか、投資委託会社であるとか、そういった投資家サイドの方々のご協力も得ながら再発防止策に取り組んでまいりました。で、結果的には先ほども質問の過程で、触れていただいたように、レジリエンス向上のためのシステムトラブルの後の、システムのいわゆる取引再開のルールについても、業界合わせて、いろいろなご意見をいただいた上で、30分間の取引時間の延長ということに、ご了解をいただいて、そして、取引が、システム障害は起こさないつもりでも起きることはあるという前提で、起きたときに速やかにできるだけ取引再開を早くするためということもあってですね、30分の時間延長をいただくと同時に、システムがダウンした後立ち上がるまでの、立ち上がりにかかる時間を、まず当面現行システムで30分短くして、3時間かかったものを今2時間半まで短くしておりますが、2024年に新しいシステム、先ほどご報告したアローヘッドのリニューアルに伴う新システムでは、その立ち上がりまでかかる時間を1時間半まで短くするということで、
それによって合計現行のシステムのトラブルを昨年起こした時の状況から見ると、立ち上がりまでの時間で1時間半、取引時間の延長で30分、合わせて約2時間、取引再開のための時間的な猶予を作れるということで、業界横断的な合意をいただいたということでございます。また今年の9月には、大阪取引所が現在使用しているデリバティブのシステムの J-Gate3.0 というのを新しく稼働することもできました。また私どもこの大阪と東京のこの統合以来ずっとテーマであった取引所の市場構造の改変についても年初からずっと取り組んでまいりまして、いよいよ今月末に新市場区分であるプライム、スタンダード、グロースの3市場のどこかを上場企業の方々に選んでいただく期限が来ておりますが、これに取り組んだ上、来年の4月4日に新市場区分へ移行するということで現在進行中でございます。そういったさまざまな取り組みをやりながらですね、ここまでやってきました。また私ども個社としては7月に発表させていただきましたが、JPX グループとして ESG への取り組みを高めるために2024年までに個社としてのカーボンニュートラルを実現するということで、この東証ビルはじめ大阪の取引所ビルも含めて JPX が使っているビルの電気供給はすべて再生可能エネルギーによる電気に変えるということと、2024年までにはバイオマス発電所を自ら保有することによってすべての電気はこの取引所の今豊洲にあるコンピューターのデータセンターの電力供給も含めてカーボンニュートラルの取り組みを完成させるというようなことも発表させていただいております。また金融庁と共同してグリーンボンドの評価等のプラットフォームの作成にも取り組んでまいったところでございます。以上私ども思いつくものをバラバラ申し上げましたが、私どもとしてはこういったことにこの1年間取り組んできたということでございます。